ライはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介中、どうもクッキーです。マスノのトエです。皆さんは最近古代都市が発見されたことはご存知でしょうか？古代都市が発見されました。はい、まあ、やっぱ古代都市というとアトランティス大陸にある都市とか、んムー大陸にある都市とか、大陸の名前ですよね、それ。そう、アトランティスとかムーとかいろいろあると思うんですけど、ちょっとお疲れですか今日、大丈夫ですか？疲れてるかもしれない。その都市、見つかった都市の名前はミタンニ王国っていうんですよね。これ何最近見つかったの？ほんまに、え聞いたことない。聞いたことないよ、うん、それもそのはず、うん、なんとメソポタミア北部に位置しまして3400年前の青銅器時代に存在したらしいっていう。3400年前って相当よ。そうよ、もうあなたは生まれてないですからね。誰かいるん、あなたのお母さんも生まれてないですからね。誰かいるんじゃん、来てるやつ。いや、おらへん。ミタンニ王国はイラクのティグリス川のダムの底に沈んでいましたが、イラク南部の気候変動によって干ばつが起こって、はい、割とダムの水位が下がったことによって、見て、ほら、あ、姿見えてる。これすごいやん。よく日本なんかでもその村とかがね、そのダム作るからっていうことで下にあったよみたいなことがありますけど、ね、遺跡があるって誰も知らないのすごいよね、これね。そう、結構これしっかりとした考古学機構から出してますから。で、まあ、再び水没してしまう前に研究者たちはもう日夜ダッシュ。あ、そうか、またね、ちょっとこうやって水かさが増しちゃったんだね。急ピッチで調査、2018年になんとすでに発見されてた宮殿はあったんですけど、それに加え巨大な要塞、倉庫、工業団地、大規模な建造物など多数発見。すごいな。これはどれぐらいで沈むやろな。もう沈んだ。あ、え、あ、え、もう沈んだよ、残念ながら。なんか RPG の仕掛けみたいやな。はい、次に姿を現すのはいつかなって言われてるんやけど。いつか教えてくれへんやん。はい、このミタンニ王国は紀元前16世紀にはオリエント最強の国家や言われとったんですよ、ね、はいはい。なのでね、やっぱりね、聖者必須の断りみたいな話でしてね、内戦が起こりましてヒッタイトとアッシリアに滅ぼされたらしいんですわ。あ、なんかそれはなんか聞いたことあるな。で、ミタンニ王国はもう滅ぼされた後、海に沈んだ幻の国やっていうことが言われとった。はいはい、ただこれ結局滅んでしまった原因って別に海が悪いわけでもないし、内紛が起きてしまったわけじゃないですか、うん、そういうことで、まあ、結局怖いのは人なんですよね。人やな、うん、間違いない。そういうノリで一夜にして消滅した王国を今日は紹介していこうと思います。ノリって何？一国滅んでるノリみたいな感じ、ちょっと気になったんですけど。じゃあまず地中に埋もれた王国、はい、これはね、ポンペイ。ポンペイって知ってる？ポンペイの秘宝っていうのは俺ルパン三世の知識やな、完全に。へえ。秘宝と言ったらポンペイみたいなとこなくない？僕ドラゴン、ドラゴンの秘宝。あ、そう、はい。ポンペイはかつて古代ローマの植民地として栄え、およそ2万人の人口を抱えた都市なんですね。へー、そうなんだ。で、まあ、商業がまあ盛んな都市でして、うん、まあ、大きな港が存在していて、うん、でこのブドウの産地とかあったから、まあ、ワイン死ぬほど飲んどったんよ、主な産業はワイン酒造やったらしいから。あ、そうですか。そう、多分死ぬほどワイン飲んでました、この人たちは。死ぬほど、はい。でこれね、都市としては非常に豊かということが言われていて、いいじゃないですか。まあ、この野外劇場とか、うん、まあ、円形闘技場とか、すごい、多分東京ドームとか、まあ、いろいろあったわけなんですけど。あ、東京ドームはないわ多分な。じゃあポンペイドームや。豪邸でアートを鑑賞するなど、まあ、基本的には優雅な生活を送ってる人が多かったんですよ。え、なんかちょっと生活水準めっちゃ高ない？高い。その頃一方日本は、はい、まあ、弥生時代や、稲刈っとる時代やな。なんかすごい差を感じるよね、文明に。だからもう俺らは一生懸命米を作っとったのに、向こうはワイン飲んどったから腹立つなって話ですね。俺らは別に俺らいないから、そう。俺らの先祖は。あ、そうです。はい。で、まあ、活気にあふれた古代都市ポンペイはどうなったかと。どうなった？一夜にしていなくなりました。ちょっといなくなったってね、神隠しみたいなこと。そう。え？もう何が起こったか。何かあったの？火山の噴火や。え、ちょっと待って、マジで？一言ちゃうぞ。こんな急になんで早まらへんねん、そんな。戻った。西暦79年8月24日13時、忘れもしません。イタリアにあるベスビオ火山が噴火し、その麓にあった町ポンペイには大量の火山灰が降り注ぎました。あの、忘れもしませんって、あなた誰もいないって言ってるいるみたいなって。いやいや、それぐらい悲惨なことやったんや。で、この噴煙により上空は真っ黒、うん、あー黒ーってなったんですよね。そんな簡単な感じ。そう、昼なのに夜みたいみたいになったんやけど、ノリが軽いのよ、ちょっとほんまに良くない。火山灰が一瞬のうちに5から20メートルの高さまで積もるんですね。火山灰20メートルってことは家とか埋まってるよ。そう、俺も埋まるよ。あー、おー、そうだね、まあ、人はね、うん、それぐらいで埋まりますよね。で、まあ、およそ700度もある火砕流が時速80キロの速度で襲ってきたと。そう、待って、700度の玉みたいのが80キロ飛んでくるでしょ。これがほんまの火の玉ストレートや。いや、ほんまそれ不謹慎やから、ほんまノリが今日軽すぎちゃって、内容と反比例して。はい。で、この火山噴火の翌日、はいはい、噴火による火砕流が発生したわずか19時間後には町は完全に火山灰に埋もれてしまいました。これは一夜にして亡くなったっていうのも理由はもう納得しました。そういうことです、うん、突然の出来事であったから人々は当然逃げれませんでした。逃げれないよ、そんなの。ある人は火山灰に生き埋め、ある人は火山灰や火山性ガスを、うん、
吸い込んでしまいまして、吸い方やば、亡くなってしまったんですね、はい、また原因はですね、高熱によるショック死ではないかとか、噴火の衝撃で建物が潰れたことによって、まあ、押し潰された人もいるんじゃないのかとか、まあ、いろんなシーンがあるわけなんですけど、記録によるとこの被害者の総数はポンペイとその近くにあった町ヘルクラネウムで合わせて少なくとも2000人はおるやろって言われてるんですよ。当時の2000人言うたらかなりですよ。死者たちのこの遺体は何百年もの間なんと地中に埋もれたままになるんですね。いやそうだよね。じゃあその後実はどうなったかと、うん、世界遺産になりました。言い方のノリが軽すぎてちょっとはって思っちゃった今。いやこれびっくりするじゃないですか、うん、まあ、でも実際そういう悲惨なことがあったよっていうことを教えてくれる大事な遺産になったんですよね、はい、なるほど。1748年からこのポンペイでは発掘作業が行われたんですね、うん、だから地面掘ったらいろんなものが出てくるよな。そう、ポンプ車も稼働したという噂があります、うん、ポンプ車は関係ないね。ポンプ車がポンペイにポンポン、全然うまくないじゃないポンポンって。火山灰に覆われていたことによって当時の人々の生活がそのまま保存されていることが分かってきたんですね。保存されている、はい、すごい。じゃあこちら見てください。え、これまんまの、え、え、ちょっと待って、ちょっと例えとして適切か分からへんけどさ、ワンピースのパンクハザードでそのまま固まった人みたいな。そう、当時の姿なんですよね。嘘やん。ちなみにこれ中身は腐敗して消滅してます。空洞なってる。そう、へえ。残ってるんよね。すごい、こういうのもあるんよ。ほら、抱き合ったままのやつとか。いや、すごっ。そう、もうほんまに最後の姿。うわ、ほんまやばいね。まあ、こんな悲劇の街ポンペイなんですが、1997年にユネスコの文化遺産に登録されて今では観光地になってるんですね。まあ、ちょっと見てみたいけど。そう、年間およそ200万人以上も訪れると。すげえ。登録者200万人ですよ毎年。登録者ではない。すごいですね。ポンペイでは現在もこの発掘作業っていうのはナウで進んでます。ナウです。そう、新しい発掘物もどんどん出てきてるんですね。近年ではポンペイ付近のヘルクラネウムの遺跡で頭蓋骨からガラス化した脳細胞が無傷の状態で発見されました。あ、ガラス化してると超高温なんだ、はい、多分ね。これ全然脳って分からんけどね。分からん。でもまあ専門家が調べたところ、うん、このフェデリコ2世ナポリ大学によると、うん、ほんまにある大学なんかと思ったんですけど、まあ、ほんまにありましたね。一応調べました、はい、でこの脳細胞がガラス化して劣化していない状態で発見されることは初めてのケースやと。あー、ないんだ。でもこれが初めてだっていうことぐらいは俺にも言えるけどな。機嫌悪い。いやいや、フェデリコ2世ナポリ大学の研究に対してちょっと異論を。異論ちゃう、いちゃもんやろこれ。あ、そうですか、はい。まあ、彼らはその先も調べてるんですけどね、はいはい、で彼らはその脳細胞を調べることによって、うん、古代人の記憶読み取れるんじゃねっていう。おお、すごいことやろうとしてるんよ。夢あるなそれで。儀式用の、うん、なんと馬車とかもほぼ無傷の状態で発見されていて、うん、もういろんなものが無傷で発見されるから、うん、考古学者大歓喜。あの琥珀に閉じ込められたのは蚊から分析してた。そうそう、恐竜作るみたいな感じと似てんのかな。そう、もうジュラシックパークもできちゃいますみたいな。できちゃう感じなんですけど、火山灰や火山歴などの堆積物が空気を遮断したため、うん、保存状態をいい状態で保ってたらしい。ああ、なるほどね。ただですね、ポンペイという場所皆さん行ってみたくなりました？いや、なったなった。ここね、呪われてる土地とも言われてるんですよね。ですよね、まあ、なんか甘噛みしてて言葉が呪われてたんかなっていう。カナダ人のこのニコールさんという女性がいるんですけど、はい、2005年にポンペイの遺跡を訪れた際、うん、複数の出土品を勝手に持ってっちゃいます。いや、それはダメだよ。その後彼女は15年もの間呪いに苦しめられることになります。どんな呪い？彼女は乳がんを2度患いまして、乳腺切除手術を2度受け、さらには家族が金銭トラブルに見舞われるという災い。最悪のことしかないわ。彼女はこれらの不幸を、私は人々が恐ろしい死に方をして歴史の一辺である破壊に関連したタイルを持ち去ったと、これはポンペイの人々の呪いだって言ってるんですよね。なるほどね。そう、だから壁の破片とか持って帰っとったらしい。あー、なんか甲子園の土持って帰るみたいなノリ。そう、ポンペイの壁、ポンペイの壁持って帰ったら不幸になったよね。壁？これあかんわってことで、勝手に持って帰っちゃった出土品を手紙とともにポンペイ考古学の人に送ってみたんよ。はいはい。でそしたらこの手紙にはなんて書いてたかっていうと、うん、もうこの呪いを家族や子供たちに受け継ぎたくはありませんと、自分の罪を償いたいと、私がしてしまった行動をどうか許してねっていうことを言ったそうなんよね、はい、でそしたらどんどん分かってきたことがありまして、実は呪いはこの人にだけかかってたわけじゃないんですよ。何？他にも出土品を持ち帰った人たちがやっぱおったんですよね。何何何？このポンペイ考古学公園によると、うん、ニコールさんの他にも多くの観客がモザイクタイルや漆喰、銅などの出土品がめちゃくちゃ持って帰られたと。あ、なるほど。取りやすいのかな、なんか。まあご自由にお取りくださいみたいなノリなのかな。いっぱいあるから。まあ、だから土とかでいいのやったら持って帰れるんやん。まあ確かにね、うん、なんとね、毎年100個ぐらい返還されるらしい。あ、取ったのに？そう。返すの？そう。え？返したら詐欺にならんみたいな話とかもあったりするやん。え、でも返すということは、うん、持って帰る人も呪われたからってこと、もしかして。そう。やば！だいたい手紙に
書いてるんよ。持ち去った出土品は糞しかもたらさなかったみたいな。最悪やん。現在返還された出土品や同封された手紙はこのポンペイ工学博物館に展示されてるらしいよね。持って帰って送って展示される、うん、何やこれ。手紙は展示せんでいいんちゃう。呪い博物館やんけそれ。でも中でもカバン5個分の出土品を盗んだスペインの窃盗犯がおるんやけど。5個分ってね、どんな大きさのカバンかにもよれへん。とりあえずもうボストンバッグとかよ。すごいやん、いっぱい持って帰って。むちゃくちゃタイル持って帰るやん。で家族全員に災いが起こってしまったらしいよ。家族もびっくりやわ。びっくりやな。そう、こんな話偶然ちゃうのと思うんやけども、まあね、あまりにも多くの人が起きてることからもう一部ではポンペイの呪いやって言われてなってるよね。なるほどな。でこのポンペイの呪いが起きてる原因、一体これは何なのか、うん、それはポンペイを襲った災害が原因じゃないのかってことが言われてるわけなんですよ。どういうこと、どういうことか。自爆霊の念、ね、まあ、これね他にも遺跡を数点持ち帰ってしまったカップルがおるんですよ。これを私たちの、まあ、思い出にしようねみたいなことを言ったやつらが何年後もこの愛が続きますようにみたいなことを言ったんですが、あの曲の歌詞ですね、はい。まあ、私たちはベスビオ火山の噴火で恐ろしい死の苦しみや痛みを経験した人々のことを考えずにこの遺物を盗んでしまいました。本当に申し訳ありません、どうかお許しください、彼らの魂が安らかに眠ることを祈っていますという手紙とともに遺物を返還することになるんですよ。多分別れましたねこのカップルは。いや別れたやろな、そこまで言ったらね。でニコールさんも当時の人の苦しみを考えずに盗んだ手紙を記していたことから、まあやっぱりねこのポンペイには災害によって逃げ遅れた人たちの霊が自爆霊となっておりまして、この物を持って帰ることによってこの霊もついてきてしまってるんじゃないのかと。なるほど。だからこの災害とか戦争事故などで、まあ、突発的に亡くなってしまった人は自分が死んだことすら分かってないからそこに残り続けるってことも言うんですよね。そうやな。でこのベスビオ山の噴火はまさに災害中の災害のわけじゃないですか、うん、高温によって苦しむ間もなく即死した人もたくさんいたでしょう。なるほどな。そうやな方たちはやっぱ自分が死んだことが気づけなかったんじゃないのかなと、うん、さらにやっぱり一時栄華を誇った町だからこそ町が滅びたことや自分たちの華やかな生活が失われたことを受け入れられずにいる霊も、まあ、いるのかもなっていう。なるほどね。そう、そのような霊たちの念が出土品に宿って霊障に遭ってしまったやなってことが言われるんですけ ど、 なるほど。皆さんも、まあ、ポンペイに行かれた際は、まあ、出土品は持って帰ってはいけないんですけど。そうだ、ダメですよ。聞いてますか早瀬さん。え、なんでそんな都市物を早瀬さん名指しするんですか。持って帰りそうじゃない。あ、まあ、あの人は別に盗むわけじゃない、交渉してもらうものばかしやから、ね、勝手に取りそうじゃない。ええ取ってきたんですよ。ここにありますね。それは俺も思った。持ってきてます今日みたいなね。そう、実はですね、うん、日本もこの早瀬さん以外はもう一言じゃない可能性があるんですよね。どういうこと、どういうことか。第二のポンペイ。日本はこの狭い国土の中に富士山をはじめとした111個もの活火山を抱える火山大国なんですね。そうだね。111個ゾロ目なのも不吉ですね。足すと3にもなります。非常にパワーがありますね。なんで足したやろ。いつ噴火してもおかしくない火山としては富士山がもちろん有名なんですが、有名ですね。いつも噴火してるのが阿蘇山ですね。まあ九州の方ね、特によく聞くよね。そう、うん、実際2022年2月24日阿蘇山の噴火警戒レベルを3に引き上げたという話もあったわけで、うんうん、まあ今は噴火レベル1には戻ってるんですけども、はいはい、この阿蘇山というのは巨大カルデラ噴火ということも、うん、まあ、起こる可能性があるということが言われておりまして、うん、これ怖いよ。これもし起きたら九州は火砕流の下敷きになって全滅すると言われておりまして、うん、九州から離れたここ東京でも火山灰が20センチも積もるということが言われておるんですね。うわ。さらに北海道東部と沖縄を除く全国のライフラインは完全に停止するということなんで、うん、もう今から沖縄に引っ越しましょう。沖縄に引っ越す、まあ、つまり阿蘇山が噴火したらもう一瞬で日本は機能停止に陥ってしまうんです、うん、やばいねこれね。そうです、やば。つまり日本もこの一瞬にしてポンペイになる可能性も全然ありえるんですよね。いやそうだよね。それはでも富士山にも言えることだしね、はい、うん、ちなみにですね、まあ、日本の、まあ、ツイッター界隈ではですね、何ツイッター、13年ぐらい前ですかね、ポンペイという言葉が流行った時期があるんですよね、うん、ポンポンペインと言いまして、お腹が痛いことをポンペイと言っていたんですよ。どうですか。いや どうですかって。今日の説はそれ、今日の説最後言う必要ありました、まあ、ポンペイだから。は、僕はトンペイ焼きが好きですね。はポンペイ、トンペイ調子悪いですね今日。ね、うん、どうされました今日。鳥肌スコアいきますわもう。抗っても仕方ない。本日の鳥肌スコアは20。
20メートルの火山灰ってちょっと想像できないですね。いや想像できないよね。だって高台に避難したとってさ、だって僕北海道の雪で2メートルぐらい積もってビビったんですよね。ああそれ取ってたね、な今年の2月ぐらい。そうこれでビビるのに、うん、これの10倍でしょ。しかもね雪はさちょっと溶けるからいいけどさ、灰はずっと積もったままやるか。灰って溶けへんの？溶けへん。流れることはあってもそれが固まって岩みたいになってくるし、水やっても水吸収しちゃうから作物も育たへんし、どうしようもないんだよね灰って。はいはい、ムカつくわ今日。何なんすか今日。本日の鳥肌ポイントは灰は怖い。怖い。さよなら。はいね。実はですね、アポロ計画は17号で終わっておらず、20号まで実行されており、月には12人以上の人数が降り立っているんじゃないかっていうのが今日の説なんです。アポロ18号以降の探査目的はアポロ15号が発見した月の裏側の巨大宇宙船の調査、アポロ20号は探索の結果ですね、月の裏側で見つけたと言われる驚くべきものがこちら。もしかすると石人と星人はですね、かつて月と地球の間を行き来していたのかもしれないね。いやありえるわ。ちょっとロマンあるよね。月には神が作った他の人間のような、まあ、生命体がですね、エデンと呼ばれるような場所で暮らしていたのかもしれません。Color